はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。私から見ると情弱ビジネスやってるなって思えるような方たちの投稿で、月収100万円もしくは1000万円は楽ですよっていう類の投稿が散見されます。一連の提携のテンプレみたいなものがあるんですが、それについて物販講師の自分がどう思っているかっていう話をさせていただきます。一言で言うと、ありがとうプラスだからあんたらは情弱って言われるんだよっていうのが私の見解です。まず投稿の内容について説明させていただくと、物販などなどで01を作りましょう、そして実績を出しましょうがファーストステップ、2ステップ目に有料コンテンツを作成しましょう、ここが情報商材を作りましょうってことですね。そして3つ目、 SNS のマーケティングを駆使してその情報商材の動線を作って販売しましょう。4つ目、例えば作った情報商材が1万円だとすれば、100人に売れば、販布すれば100万円になりますねっていうのが彼らの考え方で、少し前の動画でも出させていただいたんですが、プラスアルファ5ステップ目としてこの1から4の流れをコンテンツとして販売する、つまり情報商材の売り方を売るというやり方で、例えばコンサルティング50万円 ×20 人に販売したら1000万円になりますよねっていう考え方になります。01、未経験者の方が確実に実績を出す方法として物販を上げていただいているのはありがたいことだなって考えています。正確に言うと、彼らが推奨しているのは国内転売、せどりのようなものだとか、転売に毛が生えたような単純な中国輸入を指しているので、私がコンサルティングで行っているしっかりと代行会社を間に置いて品質管理や在庫コントロールを行って商材を販売していくっていう、物販とは似て非なるものではあるものの、とにかく実体のある商材を使って商売を行うというやり方に関しては共通しています。この実体があるものっていうのがポイントなんですが、有料コンテンツって実体はないですよね。 PDF だったり動画だったりして、それ自体に何かしらの決まった価値が存在しているものではないわけです。物販やってる人間は商品を作る技術だとかデザインする技術っていうのはなくても問題なくって、あくまでもある商品からどれを選ぶかっていうリサーチのスキルが必要になってくる点は結構有利かなと考えています。だからこそ単純転売的な手法ではあるものの、まずは物販やりましょうって彼らがステップ1で言ってくださっていることに関しては素直に感謝しているということです。では次、だから情弱ビジネスだってあんたら言われてるんだよっていうことについて話をさせていただきます。月収100万円とか月収1000万円っていう言い方をしてますが、この月収っていう言い方自体がそもそもおかしいんです。彼らの理屈だと、1万円の情報商材を販売して100人に言ったら100万円になるから月収100万円だよっていう言い方をしているんですが、例えば会社を経営していたら法人税を支払う必要がありますし、そもそも会社の役員っていうのは定額の収入が入るわけなので、その収入については基本的に会社設立時に固定値を決める必要があります。また例えば毎月の役員報酬20万円って決めたとすると、毎月約5万7000円の社会保険料を払う必要がありますし、顧問税理士さんに毎月いくらお支払いしているかにもよるんですが、だいたい半年で4万円弱ぐらいは国税源泉徴収を払う必要があります。すなわちこの100万円っていうのは、簡単に言えば月収じゃなくて月商になるわけですね。月商100万円と月収100万円は全く話が違ってくるんですよ。こういった点、例えば月商と月収の違いについて疎い方に対してミスリーディングを誘発させるような発言をしているからこそ、彼らは情弱ビジネス発信者だと呼ばれてしまっているんです。さらにそういったうさんくさいなって思えるような人たちのツイッターの投稿の検索機能で月収と入力して投稿一覧見てみてください。札束ちらつかせている札束投稿がどれだけ多いことか。彼らの論点とすれば、お金は簡単に稼げるプラス自分たちは金めっちゃ持ってますっていう話なんですが、そのお金って元は生徒さんのご資金じゃないですか。血と汗と涙の結晶と言っても過言ではないわけです。札束投稿をしていると、その札束自体に吸い寄せられて近づいていってしまう人があまりにも多いですが、そもそもその札束はあなたたちのようにお金に札束に吸い寄せられて近づいていってしまって
った鴨の人たちの大切なご資金なんですよっていうポイントに気づかなければなりません。また彼らにとって大切なのはこれなんですよ。 SNS マーケティングなんです。それが情報商材であろうが、何かしらの化粧品の OEM、ODM であろうが、どんな商材であっても SNS マーケティングで虚像ですね。偽物の実体以上の大きさの像を思いっきりバーンとアピールすることによって売れるから楽だぜっていう考え方を持っています。未だにネットビジネス界一つとってもうさんくさい広告たくさんありますよね。誰でも稼げます、楽して稼げます、初月から月賞100万円ですみたいな形で、つまり本質を持たない虚像であっても SNS マーケティングを行うことによって古代広告をバキバキに書いて札束をブワンブワンちらつかせることによって、その商材商品が売れてしまうということです。等身大の情報発信という言葉のある意味対義語にあるのが虚像、実業の反対が虚業、誠実の反対の不実、こういった一連の投稿を出している人たちっていうのは、自分みたいにネット物販しんどいことたくさんありますよ、時間もかかりますよって言ってるよりも、はるかに皆さんの注目を引きつけるっていうのはガクンってなってしまうところなんですね。というわけで今回は月収100万円、1000万円は楽だと言っている私から見れば情弱ビジネス発信者だなと考えられる人たちのこのテンプレート、定型の投稿ステップについて話をさせていただきました。今回の動画少しでも参考になったなって方は、よろしければ高評価、チャンネル登録いただければ幸甚でございます。では失礼いたします。